これわざとシンプルな公式にすると、新規顧客獲得、新規オンラインサロンメンバーの獲得、どっちも、同じなんですけど、あえてコンテンツの質かける発信量ですね。で今現状はこれが、月間10から15ってなってるってことですよね。でこれを母数を増やしていくっていうことなんですよ。でこの言葉にすると超簡単なんだけど、コンテンツの質って言ってもものすごく要素が多いんですよね。例えばまあ一般的にはコンテンツが役に立つとか、ね、特に学び系のオンラインサロンの集客においては役に立つ情報をいっぱい出しておくと、あ、この人のところにお金を払うともっといい情報が手に入るっていう期待感が高まるんで、役に立つ情報っていうのはすごくいいと思います。まあ、これがメインだと思うね。まあ、あとは面白いとかも価値と質に関係あるよね。すごい勉強なんだけど超硬いみたいな、うん、分かんないけど野球というのはこの付随筋の筋力を 23% から 46% に上げた時に、投げる球速が2キロから5キロ増えると言われていますとかいう説明がダラ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 続くと、うん、すごそうだけど私には無理ってなるんで、ここでこぼれちゃうんで、面白いとかいうのもいいと思います。あと今こぼれるっていう表現使ったんで、それも加えておくと自分にもできそう、これ結構こぼしやすいんで、自分にもできそうと思わせる、思ってもらえるコンテンツの質ですね。こういうふうに質っつってもいろんな要素があるので、これを高めていくのが大事です。あと発信量、量も量っていうと、あ、いっぱいやればいいんだなって思いがちなんだけど、もうちょっとこう解像度を上げた方がいいなと思っていて、量も因数分解でしようと思えばできると思うんですよ。例えば情報含有量って言えばいいかな、情報含有量、含有量、こんな言葉ないかもしれない、僕は今作った言葉。例えば動画と音声とテキスト、情報含有量が一般的に言うと一番高いのはどれですか？動画ですよね。そうだね。で次が多分音声なんだよね。で次がテキストになると思います、情報含有量で言うと。特に教育業とかになってくると、どんな先生か知りたいがすごく強いので、その先生の人柄とか雰囲気を知るために必要な情報含有量は動画が一番多いよね。顔とか表情とか動きとか声とか言ってる内容、これが全部入ってるから。で音声になると顔は見えない、視覚情報ないが、声って結構わかるんですよね。だから教育業に関しては音声っていうのはかなり優位性が高め、動画よりは低いけど。で次はテキストですね。なんでテキストって詐欺師でも書けるから、そうだよね。テキストって何でもいいことしか書いてないから、もう嘘800じゃん、テキストの情報ってね。大体嘘でしょテキストって。あ、いや、まあ分かる人はそう思ってるじゃないですか。だから何でも書けちゃうんで、情報含有量で言うと、動画、音声、音声、テキストに対してかける、時間と頻度でしょ、かける頻度、これが全部じゃん。これで情報量が決まるんで、情報の体積みたいなのがやっぱあるので、そうで、最後に重要なのが、一番数値が少ないところを改善するのが一番成果が出ます。数値が低いところの改善の方がビジネスの場合はうまくいくので、強みを伸ばすよりも弱みを改善した方がビジネスの場合は成果が出る、これはもう特徴があるので。
ていうところかな。まあ、例えば SNS、YouTube もバリバリやってますと。で、例えばサンド FM もやってます。ブログも毎日書いてます。だけど LINE とメルマガやってません。これ全然売り上げにならなかったりするんですよね。信用だけ溜まっていると買えねえじゃん。どうやったら買えんのってなっちゃうんで。そしたら改善すべきはメルマガとか LINE の方ですよね。そこが一番弱いから。それを改善した瞬間に今まで溜まってたお客様が買いまーすドガーって売れたりするんで、一番弱いところを改善した方がいいので、こういうふうにちょっと因数分解をして弱いところを改善っていうふうに見直すといいと思います。だからコンテンツの質かける発信量つってもやっぱこの辺を因数分解しないと、イメージで見るとなんかほとんどの人がいや量はすごい頑張ってるけど質はまだまだ上げなきゃって単純に考えちゃうな。それで質って分かってますっていうことなんですよ。例えば初心者に向けて、例えばうちだったらコミュニケーションの学校とか話し方の学校ってやってますね。ここの質っていうものは何なのかっていうと、ここが一番大事なんですよ。レベルを上げると申し込みが減るんで。だから質っていうと僕らは学生時代の癖が残っていて、レベルの高いものが質が高いと思うんだけど違いますからね。初心者向けの講座であればレベルを下げる方が質は上がるんで、だ質とは何なのか量とは何なのかっていう因数分解力っていうのはすごく大事になってくるので、それで改善していけばいいと思います。で、あの聞いてる限りいいと思いました。問題ないと思ったんで、逆に他の人に勉強になるようにこの解説を付け加えてる感じなので、どんどんやっていくといいと思います。多分一番重要になってくるのは一番最後に言った一番数値が低いパラメータはどこであるか、これをちゃんと見抜いて改善する力が身につくとめちゃくちゃ成果が出やすいので、頑張ってください。応援してます。せーの、いいね。ちなみに、うん、4月末で独立します。おお、おめでとう。せーの、いいね。あんまでもこんだけ勉強してればいけるよ。すごいと思う。あ、今会社員の人でカモビズ参加してるってどれぐらいいるの？おお、いいです。俺すごいと思うよ。会社、まあまあこれ、あの今独立してる人とかさ、会社員やってた人いるよね。会社員やって、昔会社員やってて今独立してる人。あの会社員時代にどんだけ勉強してきました皆さん。いいね。じゃあいいね。本当アホですよね。僕もそうだったので、会社時代全く独立してからの勉強とかしないで独立しちゃったんで、最初全く売れないですね。今考えると独立したばっかりの時にやっていた打ち手全部間違ってました。 100% 間違ってましたね。あんな失敗しなくていいと思います。全くする必要のない失敗しました。僕異業種交流会毎回出てたんですよ。毎日のようにFacebook で探して、講演会、異業種交流会で仕事取れますかね。厨房機器のメーカーさんとか集まってるわけですよね。一生懸命名刺交換するんですよ。おサンウェーブめっちゃ女みたいな。何の仕事にもならないですね。だってそこに決裁者いないから。講演会決裁者と会わないとダメなんですよ。そんなことも勉強してないとわからないので、いつか名刺を交換していれば仕事が取れるだろうと思ってたんですよ。取れないですね、名刺交換しても。決裁者と会わないと、僕の場合だったら。特に講演会っていうのは最初は B2B なんで、B2C やってなかったんで、企業講演がメインだったんですね。企業に呼んでもらうためには、決裁者に会うしかなかったんで、だから100人集まるイベントとか、1000人集まるイベントって言って嬉しくなっちゃって、100人もいたら取れるかもって思うわけ。違いますね。たった一人の経営者と食事した方がうまくいったんですよ。仲良くなった方がいいんですよ、社長と。でも社長がいないところに1000人でやっても何も生まれない。そんなの勉強すれば分かるんだけど、勉強してなかったから本当に無駄なことやったので、今ね、会社員の方でカモビズにいる方はものすごく独立した時に何をやればいいかが分かっている。もちろんすぐに売れないよ。でも分かってるってことはちゃんと打ち手が無駄になってないので、積み重なるので、それはすごく有利だと思います。今もうあの会社員でカモビズで学んでる人最強でございます。拍手。絶対待ってます。せーの、いいね。 YouTube を見ていただいてありがとうございます。この YouTube 以外でも良い情報をどんどん届けようということで、 Voicy という音声配信プラットフォーム、こちら無料です。こちらで毎朝7時から情報を発信しています。朝から元気になる、そんな情報をお届けしていますので、ぜひ Voicy もチェックしてみてください。あなたに出会えた奇跡を心に溜めて